はいどうもこんばんは、エラです。今回はね、バルファルクの竜気活性ハメをね、新しい氷気錬成竜気活性研磨ティガタスでやろうと思ったんですけど、はい、まあ、ちょっと見てもらいたいと思います。とりあえず今はあれですね、襲撃をしないエリアにバルファルクを総竜で連れてきました。まあ、一応初期位置ここ湧くんだけど、めっちゃ確率低いよね。まあ、10% ぐらい。でもここに湧いた時に限ってなんか失敗しちゃったんで、はい、もういいやということで総竜で連れてきました。でまあなんか、スキル構成とか、まあ、回転性とかは最後に見せておきますね。まあ、とりあえずバルファルクの竜気吸引か。竜気吸引ハメっていうのがね、まあ、できるエリアが限られてて、やっぱ襲撃をしないエリア、洞窟の中とか。で洞窟の中以外で、バルファルクが初期位置で開く場所だと、溶岩洞の方ですね、6番だったかな。この水の噴出口とかが、ここと、もう密林なんかのくっそ狭い色づき虫が2匹いるとこ、まあ、これで伝わると思うんだけど、エリアの番号わかんねえや。まあそこぐらいしかないのね。だけども、エリア厳選が大変と。で、違うところにバルファルクが湧いたら、そもそも、溶岩洞と密林被害と。そこに倒したらまあ倒さなきゃいけないということで、まあこれ非常に時間かかりましてですね、もう 3,4 時間ぐらいやってたかな。嫌になっちゃって、あ、送流しようと思って、はい、送流してここに連れてくることにいたしました。一応これでもいけますね。一応氷気錬成が3発目、ちょっともう3ゲージ分の威力に落ちちゃってるんですけど、まあいいかなということで、でまあ大垣陣1回とこの、まあ、小樽で貯めていく感じですね。ちなみに火事は発動してないですね。まあ、火事はいらないかなっていうのと、どうしても早替えで回復しちゃうので、もうさらに HP 調節、初期位置ここで HP 調節もしてっていうのはちょっと面倒すぎたので、まあ、タイマーだけで毎日今回は威力を見てもらいたいということで、はい、やめました。まあ、そこは許してくれ。でまさか弱ってそのまま死んでしまうまあ最後3290は火事場乗ってたけど、剣前は発動してないですね。そう、なんと、ティガタチが強すぎて、死んでしまうっていう、まあ、イオシクなんでタイムは早くないですね。普通に3分とかかかってるんで。まあ、最初の壁ドンしなきゃよかったかもと思うけど、壁ドン4回しないとダウン時間が短いんですよ。ダウン時間短いとゲージ回収できなくて、竜気吸引ハメに入れないので、はい、ちょっと、あれみたいな感じになっちゃいましたね。まあ、こっから装備とか見せるんだけど、次はこんな感じでバット技に全てを分けましたね。なんで正直倒せる相手がこのバルファレックぐらいしかいないっていう、ノーマルと。はい、もう見切り0です。見切り1かな。見切り1とバット技の 60% でこの T 型のマイナス15で弱突の50で、まあ、115カバーしてるっていう感じですね。はい、 T 型とね、ルナル型比較しなきゃいけないかっていうことで、もう訓練場でやりました。まあ、2181ですね、剣前発動の竜気活性発動手段で、こっちはルナル形、まあ、あくまで普段使い用で比較してます。まあとはいえあんま変わりは出ないかな。はい、2326、こっちの方が強いですね。はい、ルナル形で OK です。まあただ蓄積時攻撃強化の3分の1に縛られないので、その状態上確定蓄積が攻撃強化回避性能とか抜きにして、まあ木形は安定するっていうのはありますけど、俺はルナル形使うかなっていう感じですね。はい、まあ、一応気になったんで T 型装備も作ってみました。で、これは NG テイク、まあ、さっきの溶岩洞のやつの後にとって、まあ、反省をねしたわけよ。切れ味と切れ味が足んないじゃんっていうことで反省して、切れ味をねその辺の雑魚切って消費してきたの。これだったら剣マイエルの時とそうじゃない時両方見せれるぞと思ったら、今度時間が経ちすぎて火事場が発動してしまいまして、はい、バルファルクをまた失敗して殺してしまうという動画になっております。マスターのもう言うことないから、バルファルクが死ぬのを見届けてあげてください。それでは解散ブレイク。